皆さんこんにちは、まなみです。今回は乾燥肌の方向けの高保湿のスキンケアとセミツヤ肌になれるクッションファンデーションをご紹介していこうと思います。ちょっと長くなると思うので、下の概要欄にタイムラインを貼っておきますので、そちらも合わせてご確認ください。はい、ということでまずスキンケアからご紹介するんですが、別日に撮影したのでまずはそちらをご覧ください。提供の動画とかではないんですけど、こちらアンダーノイルさんからスキンケア商品3ついただいたので、正直にレビューをしていきたいと思います。まず1つ目がこちらのアンダーノイルタイムレスクリーミークレンズなんですが、メイク落としとしても洗顔料としても使える商品で、1本で毛穴汚れと古い角質をしっかり落として、潤いと美容液成分を浸透させ、みずみずしくもっちりした肌へ導いてくれるそうです。でこちらは再生医療でも注目されている人型幹細胞培養液を2種類配合しているみたいです。乾いた手に500円玉分ぐらいの量を取ってクレンジングしていくんですが、カバー力と密着力が高いディオールとかラネージュとかのファンデーションだとちょっと落ちにくいなと感じたので、カバー力ミディアムぐらいのファンデーションまでなら落とせるかなっていう感じです。洗い上がりも乾燥する感じはなかったので、ミルク洗顔とかより少し肌にのせた時に分厚いというか肌をこする感じがないので、あまり肌をこすらずにカバー力がミディアムくらいのファンデーションを落としたいっていう時はこちらちょうどいいかなと思います。9つの無添加処方ということで、石油系界面活性剤、パラベン、鉱物油、シリコン、タルク、合成香料、合成着色料、アルコール、紫外線吸収剤が無添加の商品です。で次ご紹介するのがタイムレスジェリーセラムなんですが、先ほどもお伝えしたように2種類の人型幹細胞エキスが入っているのと、人型セラミドとアプレシエという高い抗酸化作用が期待できる次世代ビタミン C 誘導体が入っていて、あとはビタミン C エチルがシミを予防しコラーゲンを生成してくれるそうです。あとはオーガニックのエキスがいろいろ入っていたり、温泉水を使用しています。これだけで化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックの機能を持ち合わせているそうで、洗顔した後すぐに 3,4 プッシュを取って塗ればいいそうなんですけど、私にはちょっと保湿力が高いなと感じたので、乾燥しやすい口周りだけに塗っているんですけれども、肌が乾燥しやすい方にはちょうどいいかなと思いました。若干ペタペタする感じはあります。今少し混ざっている状態なんですが、こちらコンセントレートウォータリーオイルです。アルガンオイルやスクワランが入っている上の黄色い部分ですね、オイル部分と人型幹細胞エキスやペプチドの美容成分が入っているこの下テクノロジーウォーターの2層になっていて、振ってから使うオイルです。完全に分かれたかなと思うんですけど、この下がウォーター部分で、これを振るとこんな感じで全体が黄色っぽくなります。こちら洗顔後オイルを 2,3 滴手に取って顔全体になじませてから、このセラムを 3,4 プッシュ手に取って顔全体になじませて、その後またこのオイルを 2,3 滴手に取って乾燥や年齢の気になる部分になじませるミルフィーユ使いっていうのがおすすめだそうです。あとマルチに使えるので、500円玉の量でシャンプー前に頭皮マッサージをしたり、ボディや髪の保湿にも使えるということです。私はオイルを顔に塗ってしまうとニキビができるので顔全体には使っていないんですけれども、こういう感じでオイルなので、私はボディと髪の毛に使おうかなと思っています。こんな感じで少し弾いているんですけれども、保湿力は抜群に高いなと思います。で私の母は乾燥肌なのでこれを使ってもらったんですけど、翌日の朝肌の調子がいいっていう風に言っていたので、これは母と一緒に使おうかなと思っています。はい、ということでスキンケアをご紹介し終わったので、クッションファンデーションのレビューに行きたいと思います。それではメッシュさんからいただいたこちらのレミューのオーネリックスキンクッション、ピンクベージュとニュートラルベージュをレビューしていきたいと思います。こちらはセミグローの質感でツヤ肌を作れて、なおかつロングウェア処方で崩れにくく密着力に優れたフィットポリマー成分が肌表面に膜を作り、外部刺激からお肌を保護しつつ保湿まで叶えてくれるクッションファンデーションです。それではここから塗っているところをご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。スポンジに染み込んでいるファンデーションの量が多かったので分かりやすいかなと思って押してみました。左側がピンクベージュで右がニュートラルベージュなんですが、しっかりトーンの差がありました。ただ普段23号を使っている私からするとどちらも明るかったです。
このクッションファンデーションは日焼け止め効果がないみたいなので、まずはノブ UV ミルク EX SPF32PA3+ を全顔に塗っていきます。この日焼け止めがなくなりそうなのでまた購入しないとと思っているんですけど、日焼け止め比較の時に購入したものが大量に残っているんですよね。他の日焼け止めも今年中には使い切りたいと思っているので、早く消費できるように頑張りたいと思います。日焼け止めが塗り終わったら本当は時間を置いた方がいいんですが、時間がなかったのでティッシュオフしてからファンデーションを塗っていきます。ちょっとまつげだと思うんですけど、ついていてお見苦しいので申し訳ないんですが、こんな感じで思ったほど液体が緩いわけではなくて、毛穴がすぐ埋まるっていう感じではなかったんですが、その分綺麗なセミツヤ肌に仕上がりました。ツヤツヤすぎないのが個人的には良かったです。スポンジに含まれているファンデーションの量が多いって先ほどお伝えしたんですけど、その分顔につくファンデーションの量が多くなるのかなと思ったんですが、意外とパフがしっかり吸ってくれて押しながらファンデーションを塗っていく感じなので、のせすぎちゃうっていうことはなかったです。セミツヤ肌に仕上がるのでカバー力はあるんですが、頬の赤みは少し透けていました。半顔塗り終わりました。おでこはこんな感じで、鼻とか頬の毛穴は埋められていない部分もありました。それでは反対側も塗っていきます。やはり毛穴はちょっと埋めにくくて、頬はどうにかなるかなっていう感じなんですが、鼻は少し大変でした。角栓にも引っかかる感じがあるので、肌の調子が悪い時だとそういった悩みが目立ってしまいます。ただ7時間後の肌も後でお見せするんですが、セミツヤ仕上がりにしたら皮脂による崩れが少ない商品だったので、毛穴を埋めにくくても納得できるかなっていう感じです。やはりツヤ肌だと液が緩くてよれやすいものが多いんですが、それに比べると崩れにくかったです。で、仕上がりなんですが、韓国にいるツヤ肌のお姉さん風っていう感じの肌になります。どういう雰囲気なのか伝わっていればいいんですけれども、明るいトーンでツヤっとした肌に仕上がるので、韓国のツヤ肌が好きな方でそこまでテカテカしたくない方におすすめかなと思います。それでは左側にパウダーをしていくので、いつも使っているイニスフリーノーセバムブラーパウダー N を使っていきます。しっとりしているのでパウダーは多めに重ねていきました。すべて塗り終わりました。引きで見るとツヤツヤしているんですけど、実際はアップで見た時のツヤ感に近いです。頬と鼻の毛穴は埋まっていない部分もありますが、毛穴落ちしている部分はありませんでした。濡れていない部分が気になってしまったので、こめかみ部分にファンデーションを上から重ねて鼻の毛穴が埋まるか塗ってみましたが、あまり変わりませんでした。こちら3時間後の動画です。パウダーをした方もしっとりしてきました。ただ皮脂が出てきている感じはなかったので、そこまで変化はなかったかなと思います。3時間とかでもよれてしまうんじゃないかと思っていたんですが、予想に反して持ちが良かったです。こちら5時間後の動画です。おでこはそこまで変わっていませんでした。これは最近の私の肌が角栓でザラザラしているせいなんですけど、頬や鼻は角栓が目立ってきてしまいました。顎もちょっと白くザラザラしているのが見えたかなっていう感じです。こちら7時間後の動画です。パウダーをした方としていない方の差は鼻周り以外あまり感じられなくて、そこまで皮脂が出ていないことに驚きました。鼻は皮脂が出ていて少しよれている部分があったり、手が当たってしまった頬の一部分はファンデーションが剥げていたりしたんですけど、全体的にキープしてくれている方だと思います。肌が角栓でザラザラしていなければ綺麗に保ってくれたファンデーションじゃないかなと思います。この日はメイク直しができなかったので、マスクを着用した日の動画に移りたいと思います。下地はセザン
ザンヌ皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ SPF28PA2+ を塗っていきます。下地を塗り終わったらファンデーションを塗っていくんですが、この日はピンクベージュのカラーを使っていきました。下地のおかげなのか、単体で塗った時よりマット寄りな仕上がりになったんですよね。一応後でパウダーはしていきます。無言の時間が続いてしまうのでちょっと違う話をしようと思うんですが、最近ミュードのまつげ美容液を使っているんですけど、そこまでまつげが伸びた感じはしないんですが、まつげが元気になってビューラーで上げやすくなったんですよ。あと最近買った DHC のボリュームマスカラ EX の組み合わせもいいみたいで、まつげが下がらなくなったのですごく嬉しいです。昔はケイトの下地を塗っていたのであまり下がらなかったんですけど、いつからかだんだん下地を塗っていても下がるようになってきてしまって、いろいろ塗りすぎて下がってしまうのかなと思ってマスカラだけ塗っていたんですけど、それでも下がってしまっていたのでどうしたものかと思っていたんですが、最近はファンデーションの7時間検証をしていてもうまだ上がっているなって感じられるようになったので感動しています。まつげ美容液の力なのか、マスカラがいいからなのか、それとも両方の効果なのかもしれないんですけど、今度左右違うマスカラを使ってみて結論を出したいと思います。検証したら概要欄の方に書いておきますね。それでは左側ベース&Cのスキンバリアパウダー01番ナチュラルベージュを塗っていきます。パフが大きめですぐにマットにしてくれるので楽に肌をサラサラにできるので良かったです。右側はイニスフリーのセバムブラーパウダーを使っていきます。こちらはいつも通りなんですが、ベース&Cと比べるとパフが小さいのでより時間はかかったかなっていう感じです。この鼻の部分が汚かったので一度メイク落として落としてから塗り直しました。毛穴を埋めようとして毛穴落ちしてしまったんですが、やはりそこまで重ねすぎない方が綺麗に仕上がります。ファンデーションを塗り終わったらパウダーをして仕上げていきます。はい、全顔塗り終わりました。サラサラになってクッションファンデーションだけを使った日のようなツヤ感は全くなくなって、毛穴もそこまで目立たなくなりました。このままマスクをつけて4時間検証していきたいと思います。こちら4時間半後の動画です。予想通りだったんですが結構毛穴落ちしてしまいました。他のファンデーションに比べるとやはりセミツヤ系のクッションファンデーションなので崩れやすい印象です。このファンデーションはセミツヤ肌に仕上がるんですが、時間が経ってもテカりにくいところが良かったです。ただ毛穴は少し埋めにくいのと、パウダーをしないと手で触ってしまった時に跡が残ってしまうところ、あとは他のファンデーションに比べてマスク崩れしやすいかなと思いました。オンライン授業やリモートワークの際に使うのがいいかなと思います。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。